長い関東勢が動きを見せて残り2周回です。突っ張りました5番の福森慎太郎、7番の伊藤慶太郎の動きを警戒しています。誘導が外れて隊列変化はありませんが、2コーナーから追い出しをかけ気味に7番の伊藤慶太郎、5番の福森を逃がす形になりまして、残り1周半切りました。前を取った5番の福森慎太郎がそのまま突っ張り先行となりそうで、番手には3番の桜井と1番の石田、三者審あって4番手7番の伊藤慶太郎は溜めています。まくり勝負、6番の宮沢明、前の3人とちょっと口が開いてしまっています。ハイペース飛ばす5番の福森慎太郎、番手3番の桜井、2コーナーの立ち上がりで一気のスピード、7番の伊藤慶太郎、伊藤慶太郎と2番の尾内が連なって、さらに3番の桜井城が3番手で、4番伊藤勝坂が遅れました。先頭抜けた埼玉勢7番の伊藤慶太郎、番手ぴったりと2番の尾内文信、3番手は3番の桜井か、伊藤慶太郎降臨、2着2番の尾内、3着は差がついて3番の桜井です。